竹やぶの奥の比較的高い方に来て、島バナナの水面の状況を見に来ているんですが、向こうに見えるのは豚足バナナと、その上は水面が3本出ているムサエマスですね。で、ここにトカラの島バナナが植わっていますが、これは水芽が1本だけですね。多分来年の4月下旬から5月に水芽が結構出てくるように思います。こちらは小さいのが1本2本出ていますね。これも来年は複数本立ちで成長すると思いますね。そちらも大きな水芽1本と小さな1本水芽、小さな水芽1本、計2本が出ていますね。だいぶ大人にはなってきていますから、来年は複数本立ちで立派な島バナナの株になるのが3、4株ぐらい、3、4箇所ぐらいはできてくると思いますね。まあ、ここは植えるときに穴を掘った感じではまだあんまり良い土壌環境ではなかったんですが、まあそれなりに育ってきていますので、バナナが自分の葉っぱなどを落としていって、バナナの成長にいい環境を自ら作っていくようになっていくでしょうから、そうすれば問題なく収穫までいくと思いますね。まあ最初トカラの島バナナを植えに来た時はもう雑木山みたいになっていただけで、さほどバナナを植えるにはいい環境とも思っていなかったんですが、コンクリート区画一つずつに一本ずつ植えていって、いろんな種類のバナナをたくさん植えていったら、まあこんな急勾配の竹林みたいなところでもなんとかバナナを栽培できるのではないかと思うようになってきましたね。前に角をかじられたアウランティアか、アライグマに角をかじられたアウランティアかは2本の水芽を出してきていますね。かじられなかったグラキリスは、まあ独特の葉っぱを展開してある程度大きくなりました。これはピトゴだと思うんですが、そうであれば、まあ来年か再来年には結実
するような大きさになってきていますね。あちこち移植した後にやっとここに落ち着いたんですが、水芽が出てきていますので、まあ、これはそんなに入手できない苗ですから、なんとか上手に育てたいなと思ってるんですがね。クッキングバナナも大きな水芽1本と小さな水芽1本と出してきていますね。まあ、こういうかなり急勾配のシャチ、そしてまた竹の根茎がおそらく地中を走っているところでも、まあ、諦めずにいろんなものを植えて、そして上から落ちてくる植物残滓が徐々にバナナ周りに蓄積していけばですね、将来的にはバナナが十分成長して収穫にまでこぎつけられるようになると思うんですがね。メリクロン育ちのボリビアバナナなんかでも徐々に大きくなってきていますから、まあ植物というのは自分で落とす残滓あるいは残砂が自分の周りに落ちて、それが土に馴染んでいってということを何年も繰り返していきますと、自分が育つにふさわしい環境になっていきますから、まあ、根気強く見守って、また必要だったら栽培場の世話をするというふうにしていけば、いずれはですね、大抵の植物に向いた土壌環境になっていくものなんですよね。寒さに弱い千人草の2本立ちですが、まあ、今年やればバナナになるにしても、なんとか越冬して成長再開してくれて、この竹林奥の方でここに馴染んで、そしてまた水芽を出してくれて増やしていければいいなと思ってるんですがね。これは北昇よりも梅畑の平地で栽培していったものについては、北昇バナナよりも寒さに弱かったんですよね、千人草は。まあ、ここでなんとか越冬、そして成長再開してくれればなと思っているんですがね。